で、ちょっと合わせて食べてみたいなっていうのがこちらのウニ醤油なんですけど、ウニ醤油これめっちゃウニなの。これめちゃくちゃウニだから、これをちょっとホタテにかけて食べてみようかなって思います。マジでずっと気になってて、このウニ醤油もう自費で購入しました。美味しい。これ原材料名の一番最初に練りウニが入ってて、一番ウニ醤油って歌ってるウニ醤油の中でウニなんだって。そう、お見送りでめちゃめちゃ昇格おめでとうって言っていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。今日の X 姉妹画像めちゃくちゃ良かった、ありがとうございます。マジでお腹空いてた、やばかった。練りウニを使用し、旨味と風味を引き出すため北海道産丸大豆醤油と合わせました。卵かけご飯やスパゲッティのソース、ウニ丼のタレなどお好みでご利用ください。だってなんかお腹空きすぎてお腹が痛かった、痛い今も。ホタテは貝殻付きのやつですか。うん、うん、スーパーでお刺身で売ってるやつ。ウニ醤油用途、そう、まずローストビーフのタレ、お刺身のイカとかホタテとかでを使これつけて食べても美味しい、ご飯にただかけるだけも美味しい。あと何したっけな、このウニ醤油、あ、カニ雑炊を作ってそれにちょろっと垂らしても美味しい。このウニ醤油はあのネットで買いました。店舗には売ってないらしい。
ここに TKG とパスタにもって書いてあるからそりゃ美味しいだろうね。練りウニとしか書いてないんだけど、何ウニって。北海道製造の練りウニ。あ、お腹痛い。あ、お腹が空きすぎてお腹が痛い。今日は空き缶で足でマイクスタンド上げまして、マチャゴナセクシーだったは良かった、ありがとうございます。マイクを今日は研究生ポジじゃなかったからどうしようかなって思ったんだけど、マイクいつも左手で持ってるけど右に持ち替えて足でへっねってやりました。どうでしたか？成功しました。私はトラウマ以降できなくなったので、トラウマって怖いよね。あ、今日の髪型はママが昨日の夜ユウに LINE で送ってきた写真だったんですけど、それがフルーツジッパーの桜井由衣ちゃんの画像で、桜井由衣ちゃんヘアです。知らないかみんな。あと他に注目ポイントあります？なんだろう。ちょっと今日来てくれた人たち言ってあげてよ。今日のポキちゃんここが良かったっていうの。
今日も可愛くてセクシーポキちゃんだった。だって今日はセクシーポキちゃんだったらしいよ。やっぱセクシー担当なだけあるわ。本当にん、今日は表情が良かったらしいよ。嬉しい。無事家着きました。楽しかった。あ、よかった、ありがとう。おかえり。今日はレッスン着のカーゴパンツが玲奈さんとお揃いだった。買った場所も種類も色も全部玲奈さんと同じ。最近表情いい。いや嬉しいですね。そんな、ありがとうございます。予測期間来ました。よかったです。わあ、いやなんか私が着替えてたらレイナさんが、ユナこれカーゴパンツお揃いって言ってくださって、うわー本当だ、これどこで買いましたって言ったら、もう全部一緒だって。デザインも全部お揃い。嬉しい。待って、お腹痛いってば。もう歌声が好き。あー嬉しいね。他に何か、いや今ちょっとリビングに持って帰ってきたお弁当があるんですけど、おう690日です。イエーイ、やったー。あと10日で700日、731日で2024年がうるう年だったので731日で2年なんですよね。2年連続、はい、いやちょうど2年。キュウリはですね、ユウが食べてたらちょっとなんか持つ子とかが食べたいみたいなのを言ってて、もう結局3期みんなにごめんなさい表現がよろしくないけど、動物に餌をあげるみたいな感じで、ウサギに人参をあげるみたいな感じで持つ子にキュウリを食べさせ、ユウハも「えっユウハも」言うて。夕飯にも食べさせて、
リリカもいるって言ったら、うんいるって言って、リリカにも食べさせて、ルアもいいの言って、ルアにも食べさせて、私はあのキュウリを食べさせてました。寄席祈願聞きました。よかったです。そうだよ、キュウリを持ってったの。ジップロックに入れて、ごま油とレモンと鶏ガラと塩コショウのタレでこうつけて、ポキちゃんキュウリね3本持ってったから。キュウリと唐揚げくんパワー、あ、そうそうそう、正解。そう、いい嫁になるらしい、私。やった。キュウリに味噌とかつける？え、つける時もあるよ。味噌マヨネーズとかで食べたりする。ポキちゃん誰とユニット、アンナとテモでもやりたい、それはずっと言ってる。あくびじゃないよ。あくびしてません。明日からまたショールームイベント、あ、イベントっていうかキャンペーンみたいなやつですかね。こばはひなさんとも2人ユニットやってほしい。ちょっと待って、いける？アサイーボールはフルーツ、アサイーの方に入れてんのよ。冷凍バナナとブルーベリーとマンゴーをアサイーのペーストと一緒にミキサーかけてて、それにプラス上にもフルーツのせんのはだるかったの。だるいしお腹いっぱいだし、でいいやって思ってグラノーラとチョコレートにした。
アサイは夜食べてもいいの？え、いいでしょ。私は夜は食べないけどね。話しちゃうねんけど、9月14日4部のシュガーラビットって何？え、なんかちょっと、シュガーラビットって書いてあるコスプレの衣装があったんだもん。ちょっと今はさ、今はお腹痛いから動きたくないけど、ちょっと今度見せるね。痛いボールだね、本当にそう。朝なのに夜食べてもいいのってこと。あ、そういうこと。その朝いいか、朝いいボールね。あー、そっか、あの午後の紅茶を午前に飲んでもいいの的なやつね。ちょ、気づかなかった、ごめん、説明させちゃって。説明させちゃったよ。あ、もうちょっとあの中痛いからやめる。胃が痛い。大丈夫な気がする。明日も頑張んなきゃいけないから、ちょっと休むわ。うー、明日も明後日もし明後日も夜の明後日も忙しくさせてもらってるから。じゃ、男女読みます。13位アベベポキさん、ありがとうございます。12位ビールバラさん、ありがとうございます。11位ヒョリゲタさん、ありがとうございます。10位クニさん、ありがとうございます。9位ヒサキさん、ありがとうございます。8位ハイスノーさん、ありがとうございます。7位ミミレイパパ、ありがとうございます。6位トマオさん、ありがとうございます。5位キットモイラインさんさん、ありがとうございます。4位カジュポンさん、ありがとうございます。3位ユージさん、ありがとうございます。2位片山さん、ありがとうございます。1位マコイモさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ごきげんよう、バイバイ、おやすみ。すいませんね、ちょっと早く終わっちゃって。みんなもゆっくり休んでね。バイバイ。